お前ら、大日本帝国の意地を見せてやれ。了解。了解、了解。全員突撃しろ、交代など必要ない。今は押していく時だ。おう、全員そのつもりだぜ。航空支援は敵の軽戦車を優先的に攻撃。了解した。米国はとんでもねえ相手を押し付けてきやがった。さすが鬼畜米ですな。まったくだ。しかし、上からの指示だ。仕方がない。こうなったからには、やるしかないな。そうだな、もう後戻りはできない。この物語は日米連合結成から半年後に起きた、惑星王サンダーの日常を揺るがした出来事である。今回はよく集まってくれたな。この集会はベイツリーからの依頼で行っているんだが、想像以上に深刻な事態に陥っている。最後までしっかりと聞くように。はいはいはい。アメリカが占領地として管理していた惑星主要区域モズドク。ここは本来ソビエト重要拠点であり、かつて猛威を振るったミグ17が最も多く配備されていた惑星屈指のソビエト3管轄領土だ。しかしアメリカの高 BR 隊の果敢な進攻により陥落、長らくの間ベイツリーが占領することで安定した惑星を取り戻したのだ。しかしそんな安定した日常が長く続くはずもなく、半年前、日米で争っていたあの時、ベイツリーは日本の相手をしながらモズドクでも戦っていた。そんなバカな。我々はあれだけの勢力で攻めていながら裏ではソビエトも同時に相手にしてたっていうのか。信じられない。ベイツリーはそれほどの勢力を従えているのか。しかし、ベイツリーも日本相手にあれほどの戦力を投入していたのだ。はるかに増したソ連の物量に対し満足に戦えなかっただろうな。それって俺のせいじゃ。そうだよ、当たり前だろ。この大バカ者が。そう、明らから吹っかけてきたのが、話を続けるぞ。結果としてベイツリーのモズドク占領部隊は撤退に追い込まれ、惑星は新時代に突入した。なるほどな、それがバージョン 1.8 号スーパーソニックってやつか。スーパーソニックだころ。外来語が言いにくければ超音速で構わないぞ。すまない、超音速と呼ぶことにする。そのバージョンになったことでついに惑星に音より早く移動するという従来では不可能とされていた壁が打ち破られた。半年前の連合結成の時にあの鬼畜米どもが言ってたやつか。まさかこんな時代が本当に来るとはな。すまないが90式、ベイツリーが絶対に追い込まれた原因って知らないか。確かに気になるな。いくら戦力差があっても何か決定的な一手があったのだろう。今後の参考程度だが聞いておきたい。この機密をどこまで話していいものか。お前たちソビエトの航空3における最大威力を持つ兵装って何かわかるか。人間魚雷、オーカだな。水爆だな。核ミサイルに違いない。いえ、おそらくは P8 の5000キロ爆弾でしょう。5000キロ？爆弾の限界は800キロではないのか。それは未本能ですね。他国にはそれを上回る爆弾が無数に存在しています。まあ初期の言う通りなんだが、モズドクで戦車部隊が衝突する中、ソ連の航空支援隊は惑星最大級の爆弾をその付近に投下したんだ。そしたらソ連車両にも被害が行くのでは。その通りだ。それを防ぐためP8は水中に爆弾を投下することで威力を抑えたのだ。しかしそれでも十分すぎる威力があり、ほとんどのソ連車両は退避していたみたいだがな。一部の車両は冷戦車を引き付けるためのおとりとして敵と共に散ったわけか。なんて非人道的な奴らだ。何かさっき人間魚雷とかオーカとか聞こえたが気のせいだったことにしよう。
以上がソビエトのモズドク奪還戦の概要だ。ベイツリーからすれば防衛戦ですね。そうなるな。そして連合結成時に現れた未確認機の正体が判明した。話しても構わんな。ああ、現状を伝えてくれ。あの機体はソビエトの新型戦闘機ミグ19。ミグ17の後継機か。そうだ、そのミグ19は先ほど話題に出した音より速い飛行、すなわち超音速での飛行が可能だ。マジかよ。信じられねえ。現在我々にも F86F30 玉砲をはじめとする高体力ジェットが順調に配備されているが、ミグ19相手には間違いなく力不足だ。しかし、応急措置ではあるが、連動の高いエース搭乗員の機体を F30 から F40 に更新し、配備することにした。ミグを確認した際にはすぐに派遣できるようにしてある。そして、もう察したものは多いと思うが今回の任務は壊滅的被害を受けた米国が回復するまでの間、この日本ツリーがモズ独裁占領に挑むといったものだ。そんなの無茶だ。アメリカだって抑えきれなかったんだぞ。気持ちはわかる。しかし今我々がやらねば惑星のバランスは崩壊する。元をたどればベイツリーが撤退したのは我々日本ツリーにも責任がある。特に地派に責任がある。そうです、その通りだ。しょぼん。だからこそみんなには協力してベイツリーを助けてやってほしい。これは MBT 治療でなせることではない。みんなの協力が必要なんだ。しょうがねえな。一挙やってやるか。では編成を説明する。第一支援部隊、隊長は地破壊、続いて副隊長は。以上が部隊編成の発表である。各隊それぞれの目標を撃滅しモズ独奪還を支援せよ。なお、第3支援隊は整備に時間を要するためやや遅れて出発することになる。それまで第1と第2はひるむことなく徹底抗戦すること。それではモズ独奪還に向け全力を尽くすように。一方その頃ソ連ツリーは。同志諸君、本日はよく集まってくれた。今回この集会を開いたのは他でもない、モズ独防衛隊の部隊編成についてだ。諸君らが存じている通り、我がソビエトツリーはあの憎き資本の犬からモズ独を取り戻すことに成功した。そしてこれまで我々主力車両で今日まで防衛してきたわけだが、それでは本拠地であるゴロコラムスクの防衛が手薄になってしまう。それを回避するべくモズ独防衛隊を IS-7 式のもと、これより発表する部隊編成で任務に当たってもらうこととする。以上だ、それでは諸君らの健闘を祈る。任せてください、やってやりますよ。それでは我が祖国に栄光あれ。任せたぞ IS-7。 もちろんです。モズ独は何としても防衛してみせます。こうしてソビエトの新たなモズ独支配が始まったのである。ようこそ、我がアメリカ管轄エリア、アラスカへ。炭のように汚れたエイブラムスがそちらで迷惑をかけてないか心配でな。まあ君たちが無事にここに到着できたということはあいつもヘマはしていないという認識でいいだろう。ところで、いつまで駐車しているんだ君たちは。いえ、きちんと整列するのが筋かと思いまして。君たち、一応ここ店の駐車場、日本の心を発揮するのは戦場にしてもらえるかな。なるほど、こっちの要求はしっかりと伝わってるみたいだな。事実としてベイツリーは復興と新型機の開発に向け全ての力を投入している。そのため、ソビエトの対応はほとんど不可能であると言ってもいい。90君から聞いた話だと、君たちはいち早くモズ独に向かう先行隊らしいね。そうだ、我々に続き第2、第3と来るはずだ。なるほどな、それではモズ独への道を案内しよう。
すんげえなー、これが都会の街だってかー。幌村とは大違いだぜ。雪の進軍、雪のない道で言われてもなー、アラスカだし探せばあるんじゃないか。アラスカで雪を探すのか。ひげ斜め堂、はよ行け。なんで君らは左車線を走るんだ、逆走だぞ。道路交通法を知ってるのか。日本では右を走るのかもしれないな。自国の常識は他国の非常識ということだ。こうして第一支援部隊はモズ族へと向かっていった。それからしばらくして、頑張ってください、第二支援部隊の皆さん。おう、任せな、一泡吹かせてやるぜ。帰ったら洗車してくれよ。洗車だけにってか。つまんな、方針に大根詰めるぞ、失礼しました。あなたはもしかして、ダスターさん。あなたは確か、セイバーのロケット攻撃で撃破されたはずじゃ。まさかとは思いましたが、ご無事だったんですね。でもどうしてアメリカの皆さんと一緒なんです？塗装までベイツリーしようじゃないですか。今からソビエトと戦闘に行くんです。同じ日本ツリーとして共に支援に向かいましょうよ。何か言ってくださいよ、ダスターさん。私心配してたんですよ。Who are this little cute baby guys? I'm US Army Anti-Air Tank Duster.Who are you and where are you belong? Cute little anti-air tank. いやー、ダスターさんが壊れたー。何道草食ってんだ、とっとと行くぞ。よし、モズ族に到着したぞ。ここはソビエトの管轄内だ。気を引き締めていくぞ。了解。なんだろう、この緊張感。どうしたんだホロ？敵車両を正面に確認。なんだと？なんだこいつら、初めて見る車両たちだ。なかなか手強そうだな、相手にとって不足なし。こいつらかソビエトの車両というのは。お前らどこの所属だ？俺はモズ族防衛隊カーベイワン隊の隊長カーベイワンだ。奇遇だな、俺の名前もカーベイワンと言うんだ。嘘つけ。さあ、本当の名を名乗れ。チハカイだ。チハ、カ、イ、なんだその変な名前は。そんなアメリカ車両聞いたこともない。シャーマン、パーシング、パットン、エイブラムスと来て、どうしたらチハ、カ、イになるんだ。私は日本ツリーの第一支援部隊の隊長だ、チハカイだ。なに？日本ツリー、どうして？第一支援部隊の名の通りだ。支援、誰の支援だ？不本意ながらあの鬼畜米の手伝いだよ。何の義理があってそんなことしてんだ。日米の仲の悪さなど惑星中で耳にするぞ。我々は上からの指示で動いてるだけだ。仲など知ったことではない。さて、そこをどいてもらおうか。いや、通すわけにはいかないな。仕方ないならば実力行使だ。ふっ、アジアの三流国ツリーが我々に勝てるはずがないだろう。お前らバカにしやがって。お前らの火力では俺を倒すことは不可能。諦めて帰りな。そこまで言ったからにはもう無傷で返すわけにはいかねえな。無傷だとお前らの方こそ生きて帰れると思うなよ。やれ。嘘だろ、ケニ、神。ははは、薄すぎるぜ、ペラッペラだな。貴様なんだ、あの世で共に過ごす仲間がもっと欲しいのか。お前ら一両残らず敗者だ。神の力、バックアップ発動。何？神の力だと？あの車両自らを神と名乗ったのか。まあ、私神なんて。にしてもさっきから俺に攻撃集中しすぎじゃね。こいつ硬いな、俺は装填長いからちょい待ちな。
加減にしろ、何やってるんだあいつらは。おお、神よ、我々にご加護をくださいませ。お願いします神様。何でもしますので、我々をお救いくださいませんか。いいでしょういいでしょう。それでは上を向き私に続いて祈りを空へ放つのです。ナムさん、ナムさん、なんで神がナムさんだよ。仏か、そしてお前らはアホか、アホなのか。そいつは名前が神なだけで別に神ではないぞ。目を覚ませ。仕方ない、殺せば済む話だ。神が死んだ。我々の心の拠り所が生きる指針か、よくも。え、うせやろ。おいお前らなんで俺に断家するんだ。おい、俺は隊長だぞ。目を覚ますんだ。何やってんだかこのアホたちは。いやー、こいつらアホでほんと助かりましたねー。さーて、あとはホロに任せるとしようか。はあなーせー、どこも連れて行く気だダサマラー。ダンケ、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 ダンケ。よーし、装填完了。一挙ぶちかましてやりますかねー。どっこいしょ。あー、すっきりしたー。画面の前の皆様、見ました？今の見ました？ドッカーンって。おい、ホロ何やってる？とっとと戻ってこい。先ほどはご苦労だった。ホロ、いえ、こちらも気分爽快でした。だろうな。しかしながらまさかの初戦でこれほどの被害を被るとは、正直ソ連を舐めていたところがあったかもしれない。油断は禁物だな。そして今からだが、この戦力での戦闘継続は厳しい。よって第二支援部隊到着までの間、ここで待機することにした。第二はおそらく夕方には到着するはずだ。各自合流までの間、警戒しながら待機せよ。了解。